トヨタ自動車はドライバーがハンドルなどの操作をせず自動で運転する車を開発し、高速道路での実証走行を初めて公開しました。前方に首都高速道路の急カーブがありますが、この道路の曲がりに沿ってハンドルが自動に切られていきます。トヨタが公開した車は、高速道路で前を走る車や道路の状況をレーダーなどで読み取り、ハンドルやアクセル、ブレーキ操作を自動で行います。また無線通信を使い、前の車と同時に加減速ができる新しい運転支援システムも公開しました。渋滞低減であるとか、あるいは CO2 の排出低減にも将来的にはつながる技術はないかなというふうに考えています。トヨタでは自動運転技術を他社に先駆けて市場導入したい考えで、2010年代半ばの販売を目指しています。